中日片岡監督、ブチギレ。中日の片岡篤二軍監督、54が3日、1-5で敗れたウエスタン、リーブの阪神戦、バンテリン、5に若手野手への居残り練習を課した阪神投手陣にわずか1安打に抑え込まれ、指揮官はお冠、名古屋球場に移動し、若手野手5選手がそれぞれの課題と向き合い、1時間半以上汗を流した。才木という良いピッチャーと対戦できるということで、試合前からまっすぐを打とうと話していたが、ほとんどそのまっすぐを飛ばすことができなかった。時間もあるわけだし、若い選手はまずはその練習をしようと、やらせました。練習後、片岡2軍監督は意図を説明した。なんやこの昭和野球は。なお相手は才木、石井だった模様。2軍なんだから普通に居残り練習くらいするだろ。練習しないで上手くなれるわけないだろ。相手がすごすぎて出なかったら居残り練習、相手がヘボでも打てたら居残りなし。意味あんの？これ、何で飯食ってるんだよ。仕事できなかったら残業して当然。阪神ファン爆笑してそう。中日の2軍選手はよく遊んでる姿が目撃されてるし、やらせた方がええよ。片岡って何が評価されて2軍監督になれたのよ。立浪とあんまり疎通もできてなさそうやし、打撃コーチとしては阪神時代から悪評だらけやし、立浪の功績の一つは片岡連れてきたことやな。ご視聴ありがとうございました。